元高校教師片桐朱里被告はおととし5月帯広で交際していた元同僚女性の首を同意の上絞め殺害し遺体を雑木林に埋め遺棄した承諾殺人として一審で懲役6年6か月の判決が言い渡されました検察側は殺人罪の適用を求め控訴していました今日の判決で札幌高裁の成川博裁判長は 被害者の精神状態など事実の取り調べをせず、審理を尽くしていないとして、一審判決を破棄し、釧路地裁に差し戻すと言い渡しました。